はい、今から、豚肉を、これヨーグルト味じゃないな、ヨーグルト混ぜて焼こうと思います。片手でカメラ撮ってて、片手でこれスプーンとかちょっとね、撮りづらいんですけども、ね、見てください、これ見てください、これね、これ私がなんでこんなね、まあ、ヨーグルトを納豆に突っ込んだり、ヨーグルトを味噌汁とかっていうのはよくあるんですけど、あとカレーとかね、ヨーグルトね、親がね、なんか砂糖とか買わないでね、まあ、知的障害の弟もね、怒ってたんですけど、ヨーグルトが甘くないって。それは怒るわな。でも私は仕方ないんで、料理に使ってるんですよ。これ取りづらいな。再開するよ。途中止めますよと。はい、今混ぜてこうなりました。はい。今、知的障害の音と言って話したんですけど、まあ、もちろん私は別に直接それを見てたわけじゃなくて、私の部屋から、こう隣の部屋っていうか、隣が、まあ、リビングなんですけど、ヨーグルトについてのやりとりが聞こえただけで、私は別にその現場見たわけじゃないんで、まあ、でもやっぱなんか甘くないことが起こってましたね。はい。それは怒りますよ。ね。ヨーグルト料理なんてね、普通わかんないもんね。私はヨーグルト料理をまあ自分で考え出したんですけど、まあ、これひどいです。はい、こうなっています。はい。まあ一旦切ってまた再開します。はい。だいぶ水分が抜けたと思いますね。はい。飛んでいったと思います。はい。ヨーグルトの、はい、水分抜けると、はい。これ白い、ね、塊みたいなのになるんですけど、あと一般的にカスっていうんですけどね。はい。まあ、完成したらまた再開します。